16世紀後半、17世紀初頭、イギリスは世界から資金が集まっている国でした。決済手段は金。治安の良くない時代なので、不要な商人たちは儲けた金の管理に困惑していました。金が増えれば増えるほど辛労が増していったのでした。部下に金の管理をさせると持ち逃げされるのは普通のことでした。家に金がたくさんあると噂されると身の危険にさらされました。そこに目をつけたのが金細工職人。金細工職人をゴールドスミスと言いました。ゴールドスミスは金を扱うので頑丈で巨大な金庫を持っていました。ゴールドスミスは商人たちに金を預かることを申し出ました。商人たちは喜んでゴールドスミスに金を預けました。金を預かるとゴールドスミスは預かり証を発行しました。こうしてゴールドスミスの金庫には金がたくさん集まっていきました。ここでゴールドスミスは思いつきます。どうせ商人たちは金を引き出しに来ない、勝手にこの金を他に貸し出してしまおう。ゴールドスミスは金を貸してほしい人に手数料、金利を取って自分のものではない金を貸し出しました。これが商売になりました。金を借りた人は通貨として別の人に金を渡しました。金を受け取った人は金がたまり金を管理する負担が発生しました。それで金をゴールドスミスに預けました。こうして常にゴールドスミスに金がある状態となりました。そして経済社会に変化が起きます。ゴールドスミスが発行した預かり書がビジネスの決済に使われるようになったのです。金の受け渡しは利便性に欠けるので預かり証が通貨としての機能が出てきたのでした。預かり証が紙幣として流通していったのでした。預かり証はただゴールドスミスが書いただけの紙、それが紙幣としての価値が生まれたのでした。ついにここから経済社会に革命が起きます。ゴールドスミスは考えました。自分がただ書いた預かり証が紙幣となり流通している、金を貸してくれという人に金ではなく預かり証を発行すればこと足りることに気づくのです。ゴールドスミスはただ紙に書くだけで紙幣を生み出せる力を得たのでした。銀行業が成立した瞬間です。現代ではゴールドスミスのことを銀行と言い、現代では預かり証のことを銀行預金と言います。銀行は通帳に数字を書き、それで銀行預金を発行しています。実際の紙幣の流れはありません。通帳に数字が記載されるだけです。現代で言えばパソコンで数字を入力するだけです。銀行は理論上お金をいくらでも生み出すことができます。まあ、実際には日本銀行の締め付けなどがあるんですけども、いくらでも出せるのです。